ミッキー・ショージは主にアミューズメント機器の販売や製造を行っている日本の企業である。1973年10月に有限会社シャロンとして設立。ミッキー・ショージに社名変更後は主にマージャン、かぐや姫などの脱衣マージャンの発売を行った。1982年からはゲームセンターの店舗運営を開始。中でもゲームコーナーミッキーは 神保町界隈で最も有名なゲームセンターとして知られた。近年はテーブル筐体やワイドテレビ用基板、業務用アーケード基板などの製造、販売の他にもウェブ制作、CGI 制作、グラフィックデザインなどの制作なども行っている。また、同社が2015年に設立した株式会社 MK コーポレーションでは両外機の販売も行っている。 2018年現在は自社サイト及びインターネットオークション上で海外から輸入したエミュレーター基板の組み込まれた卓上筐体、テーブル筐体や Windows PC 用の豆フロントエンドであるアトラクトモードを組み込んだ PC の販売を行っている。ゲームコーナーミッキー1982年から営業を開始。ミキショージが運営した。 2013年3月29日をもって老朽化のため閉店。1ゲーム50円でプレイができることや30年前内装や外観がそのまま残っていることなどからゲームファンの間でも人気があり、神保町で最も有名なゲームセンターとして知られた。イメージキャラクターはミキマル。ありがとうございます。